ちは、ここは900ニュースです。今日は日本時間6月12日、ミャンコの上司の警察によりますと、6月1日夜にミャンコの上司高木町の介護施設で駅止め徹夜の88歳男性が逮捕された。理由は次のことです。駅止め徹夜で殺人の疑いであります。被害者は駅止め徹夜の86歳妻です。彼女の名前は千谷澄さんです。彼女の首を紐のようなもので締め付け殺害した。この事件について駅止め徹夜が事実は認定した。